ないんだ。ダディ、私たちが探すの手伝うよ。それがいいわ、ペッパ。メガネを見つけてあげれば、ダディのイライラも収まるし。イライラなんかしてないぞ。ペッパとジョージがダディのメガネを探します。新聞の下を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。あれ？ジョージがテレビの上を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。ない。きっと2階だよ。ダディたちのお部屋。マミーとダディのお部屋にやってきました。ジョージ、物を倒したりしないようにね。うわ。面白くないでしょ。枕の下を見てみますが、ダディピックのメガネはありません。あれ？ジョージはスリッパの中を覗いてみますが、やっぱりメガネはありません。バスルームへ行ってみようよ。ペッパとジョージはバスルームへ。メガネはバスタブの中にも、ない。トイレの中にもありません。あれ、見つからないね。ダディピックのメガネを見つけることはできませんでした。お部屋中探したけど、どこにもメガネはなかったよ。困ったわね。どうしましょう。メガネなしで動けるようにするしかないな。ゆっくり歩けばぶつからないだろう。ここにあった、ダディのメガネ。ダディピック、あなたのお尻の下にあったのね。なんと。ダディったら。なんでこんなところに。ほんと不思議よね。ダディピッグったら人騒がせなんだから。とにかくイライラが収まってよかったわ。イライラなんかしてない。かくれんぼ。ペッパとジョージはかくれんぼをしています。ジョージが隠れる番です。ペッパが数を数え終わる前に隠れる場所を見つけないと。1 2 3 4 5 6 7。ジョージは隠れる場所を見つけました。10。隠れたかな。いくよ。ペッパはジョージを探します。ジョージを見つけました。ジョージ、それじゃすぐ見つかっちゃうよ。次はペッパが隠れる番。1、2、3。マミーが数えてあげるわ。1、2、3、4、5、6、7、8、10。いいわよ、ジョージ。目を開けて。ジョージがペッパを探します。あれ？ペッパはテーブルの下にはいません。ジョージ、2階を探してみたらどうかな？ベッドの下にはいません。今のおかしな音は何でしょう。カーテンの後ろにもいません。
またおかしな音がしました。一体何の音でしょう。ジョージがペッパを見つけました。見つかっちゃった。今度はダディが隠れる番。いや、もう一回ジョージが隠れる番だろ。でもジョージはちゃんと隠れないんだもん。今度はきっとうまく隠れるよ。目を閉じて数を数えて。1、2、3。おやおや、また簡単に見つかってしまいそうです。5、6、ジョージ、こっちへおいで。7、8、9、10。隠れたかな。いくよ。あれ、ジョージがテーブルの下にいない。だってジョージはいつもここに隠れるのに。じゃあ2階を探してみたらどうだい。どこにいるか分かった。ジョージはおもちゃのカゴの中ね。あれ、カゴの中にジョージはいません。どこにいるんでしょう。ジョージはどこにもいませんでした。ダディ、ジョージが見つからないの。それは困ったね。どこへ行っちゃったんだろう。もしかしてこの新聞にジョージのことが書いてあるかも。わあ。ジョージ見つけ。まあジョージ、いいところに隠れたわね。ジョージはダディピックの新聞の後ろに隠れていたのです。プレイグループ。ペッパとジョージはプレイグループへ向かっています。ジョージは今日が初めてです。ジョージ、プレイグループへ行くの楽しみだろ。ダディ、私のプレイグループにジョージはちっちゃすぎるんじゃない。大丈夫だよペッパ。ペッパもついてるし、ダイナソーも一緒だからね。ゴー、ダイナソー。私、おっきい子たちと遊びたいの。ジョージやダイナソーじゃなくて。おやおや、ペッパはジョージに来てもらいたくないようです。さあ、着いたぞ。ダディ、本当にジョージも一緒に行くの。大丈夫だよ。わかった、ジョージ行こう。じゃあね。みんなのお世話をしてくれるのはマダムガゼルです。おはよう、私の弟のジョージです。おはよう、ジョージ。ねえ、ねえ、私もジョージみたいな弟が欲しいな。本当に。どうも、僕はダニードッグ。それってダイナソー。これおもちゃのダイナソーだよ。ゴー、ダイナソー。それ最高だね。ワンワン、ダイナソー、ゴー。ダイナソー、ゴー。あら、怖いわね。ジョージ最高だね。ジョージは私の弟。ほんと最高なの。ペッパは弟のジョージが自慢です。ではジョージにお絵かきの仕方を教えてあげましょう。ジョージはお絵かきが苦手なの。じゃあペッパが手伝ってあげてね。はい、私上手にできる。お花の描き方を教えてあげるわね。ジョージ、
今日はお花の絵の描き方を教えてあげるね。じゃあ、大きな丸を描いて。違うよ、ジョージ。その色じゃないでしょ。その周りに花びらを描くの。ジョージ、形が違うでしょ。で、茎と葉っぱをつけるの。完璧。ジョージ、全然違うじゃない。何を描いたのかしら。私はお花を描いたの。上手に描けたわね、ペッパ。そしてジョージが描いたのはダイナソーね。ガオー、ダイナソー。最高だね。それじゃあ、このジョージとペッパの絵を壁に飾りましょうね。イエーイ。ペッパ、あなたの弟はとっても絵が上手なのね。そうなんだ。パパやママ、おじいさんがみんなを迎えに来ました。またジョージを連れてきてもいい？ええ、また素敵な絵を描いてもらいましょうね。ジョージ、次はどんな絵を描いてくれるの？ダイナソー、ゴーまたダイナソーを描いてくれるのね。今度はみんなにダイナソーの絵の描き方を教えてね。それ最高。ほんと、最高だね。最高。私の誕生日パーティー。今日はペッパの誕生日です。まだとっても朝早いのですが。私の誕生日。起きて、私のお誕生日よ。はあ、お誕生日パーティーをするよ。ダディがマジックのショーをやるの。行こう、ジョージ。マミーとダディを起こさなきゃ。マミーとダディはまだぐっすり眠っています。私のお誕生日よ。起きて。おう、なんだ。今何時なの？とっくに朝よ。まだ朝の5時じゃないか。そう、もう今日が始まってるの。わかったわ、お誕生日を始めましょう。やったマミーとダディとジョージからペッパにお誕生日プレゼントです。ハッピーバースデーペッパー。うわ、なんだろう。お人形のドレスだ。ダディが着られるね。どうもありがとう。どういたしまして。テディが女の子だったとはね。ダディったら、テディは女の子よ。とっても素敵なドレス、ありがとう。どういたしまして。よくしちゃダメだよ。この後何するか知ってる？知ってる。お友達が来てパーティーをするの。ダディがマジックショー。